わしね、今ね、なんや、ネットショップ開業タクボってやったんやけど、ほいで、問屋の仕入れ先をね、いろいろ書いて、なんか審査があります言うけどね。まあ一応落ちたら落ちた。2、3社、2個か3個出した。それで、なんやだから。ダメだったら、個別に問屋のそこに本あるからね、一個一個として別にルイ・ヴィトンやらんでもねえんだから。だからね、例えばね、さっき YouTube も大事ですよ。皆さん見てください。なかなか稼げない。いいよ。YouTube でね、3万円を元手に10億にした人がありますわ。2012年から始めて、8年ぐらいだな。8年、9年、10年で。だからね、何か言うの？例えばね、1000円の問屋の門があるでしょ？それを1000円で売るとかね。それさっき難しいんですわ。1000円だったら銀行振り込みせんでしょ？だから5万ぐらいのまで振り込むでしょ？それで3万ぐらいで仕入れてね、2万円利息を稼ぐと。で、友達が言ってました。俺は多分成功すると思う。なんとかな、要するにやりくりね。これで博打したらあかんけどね。こういう人おったらさ、横浜にね、わしはスーパーカーの横浜で作ったオーナーやって、こういう元気やな。オーナーやって、それね、潰れたらしいですよ、ホームレスみたいになって。理由聞いたら、全部今日で博打で全部吸ったらしいですよ、1億も2億も。だからそうなったら終わりやけどね。だから一回苦労せなきませんわ。一回ボーンと金入るとね、おかしいんだろう。で、クロちゃんの話は3000万買ってたの。ほいで、ロシアに4000億円ですわ。俺それ以上超えると思うな。ほいで、アリババもあるんでしょ。あれ一気に行くんですよ。だからそういうことにね、目を向ける人が大したもん。ね。アマゾンにしろ。だから今のところアマゾン、eBay でしょ。だからね、ユニクロは別やけど、ネットショップにゾゾタウンでしょ。ゾゾタウンと一緒ぐらいのがタクボショッピング。皆さん覚えてください。タクボショッピング。TAKUBO。ドコモも全部俺が買収しますよ。以上。YouTube も Facebook もご苦労さん。今まで頑張ってくれて、俺のために。こういうこと言うたらね、斎藤なんとか一人って言うんですよ。あれ、人コンビニは私の冷蔵庫とか、ああいう感じですわ。皆さん、世間、皆さん、朝から早くも私のために働いてくれてね。まあそういう人が出世するんですわ。だから皆さん何本頑張っても無理。ね。私は函館市の不良。一回切ります。ファイルが。それスマホも今度買えるし。だから例えばね、これうまくいく。エルメスのバッグ、例えば100万で仕入れるでしょ。最初はまあ安いの仕入れてね。まあ、例えばその例、80万ぐらい売るでしょ。20万の利息割りに。ただ最初は10万ぐらいの単位しますわ。もう振り込んだ映画の業者が騙されたらおかしくなったりしてね。俺が捕まるからね。そういう点も難しいんですよ。俺、拳を取るしね。もう一回切ります。話の中になる。だから皆さん何も頑張っても無理。道具も、携帯もいるしね。フリーメールもいるんですよ。いろいろあるんですよ。で、問屋の方もなかったら。で、そういうところに行かない。ね。転売の話、小玉見てください。小玉歩くって。俺も本も3冊買ってね、読んでますからね。そういうことも略歌ってる。で、情報招待も出してるんだよ。別に教えてもね、誰も買わないし。大体ね、1億の半分以上は何もしない。寝とるだけ以上。皆さんは何も頑張ってもできない。ゾゾタウンは日本で一人でしょ。ね。1億分の1。ね。俺抜くは悪いの。